さん26歳、男性。視覚異常がたまにあり、見えてる世界が暗くなり不安感が出ることがあります。主治医に行っても明確にはわからないみたいです。具体的に言うと黒い部分が何倍か濃く見える、反射なども気になるようになります。まあ、よくわかんないですよねまあ主治医わかんない、おそらく眼科でも見てもらってると思いますので、原因を不明ということだと思うんですけどね。よくわかんないものは心配してもしょうがないのでね、できるだけ気にしないで生活していくっていうことしかないと思いますけどね。だって原因がわからないし、特に治療法もないっていうことになってくるので、ね、気にしないでやっていくっていうことしかなくなってくるので、ね、とはいえ気になるとは思うんですよねしょうがないっていうやつですね、いわゆるね。良くなる部分は良くなっていくし、良くならない部分は良くならないので、特にその目の症状に限りませんし、他の患者さんでもそうなんだけど、なかなか治らないっていう部分があった時に、結局そればっかり考えると余計それに注目しちゃって、またなってきたとか、またそういう風になってきた、またなるんじゃないかってことばっかり一日中考えると、余計ちょっとした変化に敏感になってより感じちゃうということ、不安とかも同じですね。また不安になったらどうしようっていう風に思うと、余計自分の中の不安を観察してしまって不安になってしまう、あるいはパニック発作をしてしまうってことになるので、考えないようにするってことが一番いいことなんですとはいえ考えないようにしようって言ってもそう簡単ではないので、まあ痛のというかですね、楽しむ活動というかね、病気のこと以外の楽しい活動に注目するとか、そっちに集中するということで、悪いこと、ネガティブなこと、辛いことを忘れないようにしていくっていう、まあ、練習をね、最初からそれは難しいかもしれませんけど、していくってことが重要ですね。ほとんどの患者さんはそういうふうに辛いとか苦しいあった場合、その部分ばっかりずーっと一日中考えているので、一日の中でも何でもいいです、アニメを1時間見てる間はそのこの症状を忘れられるというふうになってくると、それは大きなね、進歩、進化っていう形にねなってきますので、一日の中でもそういう症状を忘れる時間を30分でも1時間でも増やしていけるといいですね。原因不明の不定愁訴を治す方法、精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日はスペインのサラゴサという町からお届けしています。今日は質問いただきました。タコちゃんウィンナーさん、28歳男性。身内の者がここ最近呼吸に不調を訴えているのですが、呼吸に関わる全ての科であらゆる検査をしても異常なしの診断を受け入れられず、病院を転々としています。病院からも心療内科に行くことを勧められていますが、聞き入れません。今まで他の不定愁訴もあり、心療内科に行った経験もあるのですが、今回は異様にまで身体的な病院にこだわっています。そのせいで引きこもりになっています。何かアドバイスをお願いします。内科や身体科でですね、いろんな検査もありとあらゆる検査をした結果、異常がありませんというふうに言われるということはよくあることですね。よくあるってどのぐらいあるのかというと、10人に1人とか10人に2人ぐらいもそういう人なんじゃないかっていうぐらいよくあると思いますね。そういう場合どういうことが考えれるかっていうと、一つはそういうメンタル的なものとか精神的なストレスが関与してるっていうのが一番考えやすいんですけども、じゃあ精神科に行ったり心療内科に行って治るのかって言って、良くなる方はもちろんいらっしゃるんですけど、それでも良くならない方もいらっしゃいますね。そういったものを治すコツっていうのがあるんですけど、私の場合は非常にシンプルでございます。それは睡眠、運動、朝散歩という形ですね。いつも言ってることでございますけども、睡眠と運動と朝の散歩っていうものをね、しっかりとやっていくというのが重要ですね。基本的にいろんなこういう不定愁訴って言いますけども、何らかのその体の乱れとかそういったものが原因でですね、起きてきてるわけですね。乱れですね。だから整えるってことが重要で、体を整える、心を整えるってことのために一番いい方法というのは睡眠と運動と朝散歩という形になってきます。このように不定愁訴、いろんな体の症状を訴えられる方、この方は呼吸ですけど、手が痛いとか足が痛いとか、何かしびれるとか頭痛がひどいとかですね、いろんな訴えがあるんですけども、大体自律神経の乱れっていうのが関係してますね。自律神経の乱れってどういうことかというと、昼は交感神経、夜は副交感神経に上手に切り替わるっていうのが自律神経が整っているという状態です。つまり自律神経が整っていないと、例えば夜になっても眠気がない、夜も興奮する、夜も不安がある、夜もストレスが感じるみたいなことになると、そういうことで眠れないっていうことの一つの原因にもなってくるし、体のメリハリが効かなくなってくるので、24時間体が要するに交感神経が優位な状態になってると、寝てる間も体が起きてるような状態って言ったら分かりやすいでしょうか。そういうことによっていろいろな不調っていうのが出る可能性っていうのがありますよね。なので睡眠、運動、朝散歩の中でとにかくきちんと睡眠をとるっていうのは当たり前なんですけど、一番重要なのは朝散歩だと思いますね。朝30分、朝起きてから1時間以内に30分の散歩をするということです。それによってセロトニンにスイッチが入るのと、太陽の光を浴び
べるので体内時計がリセットして体が昼の状態になる。散歩などの軽い運動をすることによって寝てる間の副交感神経が交感神経にオンになる、スイッチがオンになるということですね。これが自律神経を整えるということになります。ということで体を整えていくってことを一つ一つやっていくしかなくて、逆に言うとある種体を整える、今言った睡眠運動朝散歩っていうのは人間のための健康のための最低限の必須の生活習慣でございますから、ここの部分をきちんとやると体の病気も心の病気も全てがですねいい方に向かっていくと。逆に言うとここやってない人っていうのはですね薬飲む方が病院に行こうが良くならないっていう人は多いと思いますけども、それは体が整ってないのに薬飲んでもしょうがないんですね。人間っていうのはもともと自然治癒力って言って病気を自分で治す力を持ってるわけです。薬っていうのはそれをサポートしたりですね応援したりですね引き出したり病気の要素をちょっと取り除くことによって最終的な自然治癒力発揮してね治っていくというのが人間の病気の治り方なわけだから、生活習慣が乱れてしまうと睡眠が取れてないとか運動不足とか夜更かしとか昼夜逆転とかそういういろいろな体の乱れというものが結局いろいろな、私の場合警告症状って言いますけども、体に対してもっとちゃんと体を休めないといけませんよという警告を出すという意味においていろんな身体症状を出してるんですよということになってきますので、睡眠運動朝散歩で様々な不定愁訴原因不明なものも含めて治るという形で、私の患者さんなんかでもとにかく朝散歩とかやると体調が良くなりましたという方が本当多いので、ぜひね睡眠運動朝散歩特に朝散歩きちんとやることで交感神経と交感神経のバランスを整え体調が整っていくので、ぜひ実行してほしいなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。エナチューブさん、33歳女性、20年、病名不明です。内科、整形外科、脳外科、内科、脳神経外科、心療内科、精神科等々、ぐるぐる回ってもわかりません。病名探しはやめた方が良いですか？症状は書ききれませんが、主は痙攣です。精神医学的なアドバイスでいきますと、病名って意味ないんで、治ればいいわけで。だけど、一般的に例えば内科の病気とか外科の病気だと、診断がつかないと治らないですね。基本的に診断をつけてそれに対して、精神科の場合は状態とかさっき言った症状に対して治療していきますので、症状が改善されれば病気は治ったという形になって、ターゲットは症状なんですね。今どういう症状が出てるんですか、今どんな気分なんですか、今どんなとこで悩んでるんですかってことが重要なのであって、診断は関係ないんですよ。診断は治った時に初めて確定するものなので、仮説としての診断っていうのはありますけども、初めて来た患者さんに対してした診断が正しいかどうかっていうと間違ってる可能性の方が高いんですよ。だから精神学的に言うと診断っていうのはあんまり意味がない。だからあんま診断にこだわっても何の意味もない。今あなたが苦しんでることを治していくということが一番大切です。だから痙攣がひどいですってことになると、痙攣を収める、痙攣が良くなるってことに主眼を置けばいいわけだから、痙攣を抑える薬っていろんな種類の薬があるんで、私だったらそれを順番に使っていくっていうふうにしますけどね。原因が分かんなくても別に痙攣が収まればいいわけでしょ。なんでそこに例えば脳腫瘍のような恐ろしい病気が隠されてるとしたならば困りますけども、そういうのはすでに検査されてるわけですから、病名がつかないってことは何かひどい病気ではないってことなので、そんなに心配しなくていいと思うんです、ね、うちの親なんかもなんか頭がチクチクするとかよく言うんですけど、頭がチクチクするから明日脳梗塞で死ぬかもしれないとかよく言うんだけど、頭チクチクするのは表面の神経がチクチクしてるだけで、脳の中がチクチクしてるってことは通常はありえないと思うんです。だからあんまりそういう例えばそこで CTI、MRI を取っても何も出ないと思うんですけども、そういうふうにいろいろなのが心配だとすぐ病院に行きたがる人がいますけども、あんまり過剰に心配すると余計気になってもっとひどくなってくるってことがあって、診断にもこだわらないし、あまりもその本当にひどくて辛い症状はしょうがないにしてもね、些細な症状にあんまりこだわったりするっていうのは良くないのではないかなというふうに思いますね。こういう病名が具名の調子の悪さに対する対処法として私がお伝えしているのが睡眠、運動、朝散歩の3つ、これをやっていくとすごく良くなると思いますけど、今より良くなると思いますけどね。万が一睡眠不足や運動不足や夜中までテレビやゲームしてませんよねって話なんです。病名や原因がどうかということは別として、睡眠が足りなかったり運動不足であると体の調子というのは悪くなります。病気がなくても悪くなります。不調になります。あと夜更かしっていうのも一番良くなくて、夜更かしとかすると一気に悪くなります、いろんな体調が。だからそういう生活習慣を整えていくってことは今すぐできることなんで、体調が悪い人全てやってほしいと思います。診断には関係なく、逆に言うとどんな病気でも睡眠不足になったり夜更かししたりすると悪化しますね。免疫も下がりますし、明らかに免疫下がりますね。睡眠不足によって風邪の引きやすさっていうのは5倍ぐらい変わってきますから、睡眠時間を1時間増やすとコロナ感染率が 12、3% 減るっていうね研究もあります。
ですね。そういうふうに睡眠や運動、朝散歩っていうのは今から今日からでもできる全ての人がやるべき健康習慣で、とにかくいろんな調子が悪い人をやってほしいなと思います。やれることをやっていくしかないので、睡眠運動朝散歩のような生活習慣改善っていうのは誰でもできることなので取り組んでほしいなと思います。不安が強いの対処法、精神科医カバサーションのカバチャンネル。今日は質問いただきました。あげまるさん、今休職中なのですが、ここ数日不安障害がひどくなったのですが、その場合少し薬を増やしても朝散歩などするべきでしょうか。不安障害で休職中ということのようですね。なので症状としては不安な気持ちが現れるという形ですね。不安な気持ちが現れた時に一番した方がいいのは運動です。なぜかというと、元々の不安って何かというところから解説すると、ノルアドレナリンの分泌です。ノルアドレナリンってどういう時に出るのって言った場合において、原始人が猛獣と出会った時に出るのがノラドラにと考えていただければいい。つまり猛獣と出会った時に戦うか逃げるかしかないんですね。黙ってると死ぬわけです、猛獣に襲われて。だからもうすぐに武器を取って猛獣に先制攻撃を加えるのか、あるいはまだ猛獣が気づいてないと思ったら一目散に逃げるのか、どっちかさっさと決めてさっさと行動しろっていう時に出るのがノラドラにという物質で、不安とたくさん出た場合は恐怖の物質になるわけですね。私たちの日常生活における不安っていうのも基本は同じなんですよ。だから何もしないでるから不安なんですよ。明日試験勉強失敗したらどうしよう、不安だから勉強しろよって話なんですもっと勉強した方がいいよっていうことを脳が伝えてるわけですね。今の状態でいくと失敗しそうだっていうことを警告として表してるので、不安として現れてるわけですね。だから何もしないでいると不安が強まります。何か行動したりアクションすると不安っていうのは減るわけです。なので基本的に不安があった場合は行動するということによって不安を減らすことができますし、少なくとも行動している最中においては不安というのは減るものです。だから例えば明日試験なのにどうしよう、落ちたらどうしよう、失敗したらどうしようって思うけども、少なくとも勉強してる間は勉強に集中してればそれは減りますよね。そういうことですね。何もしないで寝転がってたり、一番多いのは夜布団に入っている時とかに思い出してくるということで不安が強まるということが多いですね。何もしないととにかく不安は強まり、何かアクションを起こすと不安は減るということです。そういった時にじゃあ不安を消す一番いい方法って何なのといった時に、もう薬ももちろんあるんですけども、運動です。例えば不安が強い時に外に出て 50m ダッシュをしてください。 100m ダッシュはちょっときついので 30m でもいいでしょう。思い切りダッシュします。ダッシュしてる間どうでしたか、不安感じましたか。感じないんですね。一生懸命走ってるだけなので。だから何か全力で一生懸命集中してる時っていうのは不安が出る余裕がないので、さっき言ったように猛獣が出た時に戦うか逃げるかするために出るのがノルアドレナリンなので、一生懸命体を動かすということによってですね、一目散に逃げてるような状態になりますから、そうすることによって不安というのは解消されるんですね。何もしないでずっと座ってるから不安です。なので一番いいのは運動するということで、できればそういう汗を流すような少し中強度以上のですね、少し激しめの運動をした方が、ただ普通に歩いてるだけだとやっぱりちょっとああどうしようどうしようとかまた考えてしまうのがあるので、本当にランニングとかジョギングみたいのをねして汗を流すっていうのがいいと思うんですね。だから不安な時に家にいて、ああどうしよう不安だってやってるのが一番良くないというふうに思います。なのでこの方の場合、朝散歩という形で、例えばランニングやジョギングは無理っていう方であれば散歩から始めるのがいいと思うんですけども、散歩したらいいですかねって言ったら絶対した方がいいと思いますね。家にいて座ってるのが一番良くないです。不安の場合は絶対不安が強まりますので、だってそこに座ってると考えるしかないじゃないですか、不安のことを。じゃあどうしようああしようって言ったところで解決法がないので不安が強まるだけです。朝散歩はなぜいいかというと、セロトニンを活性化するからですね。セロトニンってどういう物質かというとですね、脳内物質の指揮者です。いろんな解釈があるんですけど、癒しの物質、安らぎの物質だったりリラクゼーションの物質っていう見方もあるんだけど、もう一つの見方は脳内物質の指揮者です。わかりやすく言うと、ある物質が増えすぎた時に減らすように指示を出します。ですからノルアドレナリンが増えた時にセロトニンがしっかりしてると、おめえノルアドレナリン出すぎだからちょっと減らすぞって言ってピューって減らしてくれるのがセロトニンの役割なんですね。だから指揮者だから、そこのねコントラバスのテンポが速くなったらそこを遅くしなさいっていうのを指示を出すのが指揮者の役割で、セロトニンの役割なんですね。だから逆に言うと、少ない時はもうちょっとスピードアップしてたくさん出しなさいっていう、ちょうどいく調整してくれるっていうのはセロトニンの役割。うつ病ってどうしてなっちゃうのって言った場合、うつ病はセロトニンが下がっちゃうので、そういうのがコントロールができなくなっちゃうんですね。だからうつ的になった方っていうのは、そういうふうに不安が強まったりですね、感情が不安定になったり、感情の起伏がものすごく出たりします。それは指揮者であるセロトニンが活躍できなくなっちゃうから。不安障害の場合も同じですね。不安障害の場合も基本的に SSRI というセロトニンを高める物質が基本的に第一選択薬として使われる場合が多いです。つまりセロトニンを高めれば治るというのが不安障害ですね。先ほどから言ってますように、セロトニンを高めるのはどうしたらいいですかって言った時に、朝散歩。だから朝散歩は調子が悪い時ほどやった方がいいです。なので薬を飲まないと外出もできないという状態であれば、抗不安薬ね処方されてると思うので、1ミリ1錠ぐらい多めに飲んで、それで朝散歩に行けるんなら行ったらいいと思います。帰ってきた時は絶対行く前と比べると間違いなく不安っていうのは減ってるはずです。それでも減らないのなら、ずっと走ってなくてもいいので、その散歩の最中3分ぐらい走るのを 2,3 回入れるとかね、ちょっとでも自分にとって結構大変っていうぐらいの運動量を何箇所か入れてあげるだけでも効果
かっていうのは全然違ってきますから、30分ジョギングしなさいって言ってもそうそう体力のない人は無理なので、30分散歩してる間に3分のジョギングを 1,2 回入れるだけでも全然効果っていうのは良くなってきますから、少し運動量を上げるっていうことをするとさらに効果的なんじゃないかなと思います。ということで、うつなんかの場合にも朝散歩が効きますけど、不安障害もこれまたセロトニンが下がってる病気でございますので、朝散歩はものすごく効きますので、不安で悩んでる方、不安障害の方はぜひ朝散歩毎日きちんと習慣に取り入れるようになると嘘のように良くなってきますので、不安が強い方はぜひ朝散歩やってほしいなと思います。